こんにちは。ネイチャーエンジニアの亀田です。今回紹介するのは、可愛らしさと美しさを合わせ持つ蝶、しじみ蝶。パートナーのワンキチと一緒に紹介していきます。しじみ蝶は、他のグループの蝶に比べると小さな蝶たちです。しじみという名前の由来は、羽の形がしじみ貝の形に似ていること。写真は、ヤマトしじみという、 街中でででは最も身近な存在であるると思われるチジミです。この羽を見ると、確かに縮みがえのような可愛らしい形の羽をしていますよね。ところで、チみウの中には、ゼフィルスと呼ばれる仲間たちがいます。ゼフィルスとは、ギリシャ神話に登場するゼフィロスが語源の言葉で、そよ風の精という意味。これは、初夏の頃だけに現れるチみウたちのことを指します。 例えば、緑しじみの仲間は、美しく輝く羽を持ち、人気の蝶です。ゼフィルスが現れる初夏というのは、雨の多いじめじめした梅雨時期でもあります。にもかかわらずこの時期には、緑しじみの美しい姿を目当てに、連日カメラマンによく遭遇します。ゼフィルスには、梅雨時期のじめじめした気分も吹っ飛ばし、外に人を連れ出してしまうほどの魅力があるのですね。 ちなみに、美しく輝く羽を持つのは、ゼフィルスだけではありません。先ほど紹介したヤマトシジも、一見地味な姿に見えますが、実は、とても美しい羽を持っている蝶です。それがこちら。羽を閉じている時とは、随分イメージが異なりますよね。ちなみに、これらの輝く羽は、構造色といって、色素ではなく、光の反射によって見える色です。 見る角度によって輝き方が変化するのです。このように身近な小さいシジミチョウたちも実はとても美しい姿を持っているんです。シジミチョウには他にも魅力的な仲間がたくさんいます。そんなシジミチョウの仲間を何種類か紹介したいと思います。まずはベニシジミ。白とオレンジのカラフルな羽が可愛らしいチョウです。ベニシジミは 草地に見られる身近なしじみ町で、公園や河川敷などでよく見られます。春から秋まで長い期間その姿を見せてくれるのも嬉しいですね。次は紫しじみ。一見地味な姿もしじみ町ですよね。ところが羽を開くとびっくり。このように表羽にはとっても美しく輝く青紫色の模様を持っているのです。 僕も初めて表羽を見たときには、なんて美しい羽なんだ、と感激しました。嬉しいことに、紫しじみは、林があるような環境であれば、比較的出会いやすい蝶でもあります。林園のような場所では、彼らに出会うチャンスがあるでしょう。こちらは、村波赤しじみ。黄色の可愛らしいカラーリングのしじみ蝶です。羽を開くと鮮やかなオレンジ色で、 羽を閉じた時とはまた違ったカラフルさがあります。ただ、裏波赤しじみはほとんど羽を広げて止まることがなく、そのオレンジ色はなかなか拝めません。ただ、飛ぶ時にはその鮮やかなオレンジ色をちら見するチャンスがあります。裏波赤しじみは初夏だけに見られるゼフィルスの仲間です。こちらは裏銀しじみ。 羽を閉じている時に見える裏羽は真っ白です。この白い羽を金色と表現して、裏銀の名前の由来になっています。裏銀しじみにも羽を開くと美しい門があって、さらに、オスとメスで門が違うんです。オスはこのように赤い門を持っています。一方、メスはこのように白い門を持っています。裏銀しじみは、 ウスとメスの違いを見比べてみるのも面白いですよ。シジミ蝶は小さな蝶で意識しないとスルーしがちな虫。でも、ここで紹介した通り、種によって様々な特徴を持っているし、羽の裏と表で印象が大きく変わるという面白さを持つ蝶でもあります。自然観察をする前の僕は、大きくて迫力がある虫が面白いと思っていましたが、 当時は小さなな虫をよく見ていないだけでしたシジミチョウのような小さな虫にはインパクトの強さとは違う繊細な魅力がたくさんあるんですね身近な場所にも美しいシジミチョウ可愛いシジミチョウがたくさんいるのでぜひ観察してみてみてください「ネイチャーエンジニア生き物チャンネル」では身近に見られるいろいろな生き物たちの紹介をしています もし参考になったと思ったら、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。